はーい、皆さん、こんにちは、のんです。対抗立志伝、やってみましょう。さあ、前回はこちら。吉岡憲法や柳生宗悦に弟子入りしまして、たくさんの技を学びました。こちらでございますね。火かな。まずは霞とかね、あとは千年っていう飛び道具の技とか、あとよく柳生宗悦が使う月影とかですね。さあ、今回もどんどん技を学んでいきましょう。よー、せていきまーす。さあ、それでやっていきましょう。今月もじゃあ柳生宗悦さんに技を学びましょう。お願いします。はい、わざわざよく来たな、ありがとうございます。では秘技を教えてください。さあ、行きましょう。で、現在戦績の方はというと33勝5敗か。なかなかやってますね。じゃあここはじゃあ天狗賞で防御力かなり上昇。はい、さあ行きましょう。はい、キーン。でどう来る。でじゃあ今度はこう来るんじゃないか。まっすぐ来る。おー、来た。キレッ。オッケー、ナイス。よーし、楽勝。もう柳生宗悦さんならもう楽勝で勝てちゃうわ。オッケー、見事だ。弟子ながらあっぱれ。で、一刀両断を手に入れました。敵一人を攻撃する刀剣術の秘技。攻撃を受けた敵はしばらく動けなくなる。はあはあはあ。で、まだ技あんのかな。マジで。新限り技って何個あんの。秘技。いやー、まだあるっぽいな。マジか。すげえ。モミー様、大内義隆殿が家臣の謀反にあって命を落とされましたぞ。なんと、一体どういった状況だったのか詳しく教えてくれ。はい、それでは。大内義隆の文化や芸能への傾倒は快く思っていなかった末高房は1551年9月、ついに主君打倒の兵を挙げた。数千の兵を率いて山口城に迫る謀反軍に対し、義隆は戦わずに城を退去した。そして一行が大寧寺に入ろうとした時、髪の乱れを直そうとして義隆は鏡の代わりに池を覗き込んだが、水面に義隆の顔は映らなかった。ここに至って義隆は自らの命運を悟り、大寧寺にて自ら命を絶った。享年45歳。めっちゃ怖。一方、末高房は大友家より当主義重の弟である春秀を迎え、大内家当主の座に据えた。そして春秀より変異を受け、末春方と名を改めた。はあ、こういう時期ですね。なるほど。さあ、表情いきましょう。さあ、表情、表情。で、今回の表情は、はい、あっぱれでございます。ナイス。さあ、いいですね。で、べっ甲細工手に入れましたけど、畑の春道も全然領土広げないな。で、また内政するし。ここは、まあ、言うて、軍備しましょうか。軍備の方がね、ポイント稼げるんで。よーし、OK、ナイス。で、勲功は50上がりました。まあ、ここは徴兵でいいか。はい。で、現在、もみーさんの勲功は2117か。まだまだですね。じゃあ、徴兵やりましょう。はい。徴兵。はい。で、説得。さあ、数速弾でございます。まあ、これ、自分かな。はい。で、これ、自分。で、10、16。あー、相手か。はい。これは10、16。これは同じ。あー、違うんだ。あー、そうか。相手の方が上か。しまった。まあ、これが相手は大丈夫。くー、一問間違えてもだ。で、これで報告に行けば、まあ、まあ、そう悪いことは言われんやろ。まあ、なかなかわかんない出来ではないかか。まあ、そんなもんか。で、自分の仕事を終えたので、道場来ましたよ。はい、新影流道場。さあ、足しげく通いまして、秘技を教わります。柳生宗悦、あと技何個持ってんだろう。で、はいはいはい。で、この一刀両断使う暇あんのかな。まあ、この前戦った塚原牧伝さんみたいに防御力勝った人やったら一刀両断も面白いのかもしれんけど。だー、来たー、月影。
加減はやめて。いっ、あー痛い痛い痛い。でもだいぶ耐えた方だな。でこれでどう？はい。うわー、うわー、あぶねー。こう。け。よーし、あぶねー。危ない。ふう。てか私なかなか頑丈ですね。で、でしながらあっぱれ。浮き船。直線上のすべての敵を攻撃する刀剣術の秘技、消費気合7か。うわ、大技ですね、これは。あー、なんと、わしがお主に教えられる技はもう何もない。よって、お主の新影流流インカを認めるといたそう。やったー、新影流のインカいただきましたー。で、こっからどこ行きましょうね。どうやらね、ここ、鶴ヶあたりに、さ、あ、で、強い人がいるらしいと思ったら、盗賊が来た。で、あんたは、剣聖のモミの何か。へっへっへ、こいつは失礼しやした。いや、俺たちも剣聖に喧嘩をかけようなんて、バカだまではいたしやせん。どうぞ、お通りよ、その汚ね面を二度と見せんじゃねえって私は何度も言うとるけどね。さあ、鶴ヶに到着しましたや。で、道場行きまして、あー、戸田正元さん。はいはい、こんにちは。お厚いお目かかる、モミのりなりと申す。おー、貴殿が剣聖と評判の、これはこれは。さあ、ということで、まあ、道場破りしてもなー。まあ、まあ、初対面でなんですが、入門させてもらえないませんか。まあ、無理だよね。まあ、というわけで、手合わせしましょう。はい、お願いします。さあ、貴様のお手並み。どれほどのものか。さあ、で、で、まずは、じゃあ、はい、天狗将。うわー、浮き船使いてー。で、近づいてくるやろ。で、そこ、一トン両断するわけよ。うわー、じゃあ、こうするか。はい。で、火、毒妙剣。あー。なんだそれは。いかほどのものがあるんじゃこれ。でこう、あーで残りやがった。ひげ、わ、一刀両断か。浮き船使いたいな。まあ一旦じゃあちょっとこうしよう。あーで、こうするか。こいで、ここでひげ、浮き船は使えんの。じゃあ逃げて、で、ここで技、あ、浮き船使いますね。行きましょう。あ、で、罵りだ。食らった。うわ、食らっとる。せっかく浮き船使えてると思ったのに。で、はい、浮き船使います。で、絶妙剣。うわ、いてもう。だが、私の浮き船を受けてみよう。はあ、まあ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 、どんぐらい強いかわからんけども。おーし、こういう派手な技を覚えたいですね。重いこと。またいつでもお相手いたしましょう。おー、よろしく。で、敦賀の宿にこちら女の子いますね。なっちゃん、私はここで働いております、なつと申します。今後ともこの宿をご利用くださいませ。あー、いいですね。で、仲良くなれるかもしれない。わかりました、足しげくこの宿に通いましょう。あ、で、来ました。それにしても貴殿と話していると時が経つのは早い気がいたします。さあ、というわけで骨のある相手と一戦交えようと思います。お願いします。くっそ、私回復できてねえんだぞ。で、まあとりあえず、じゃあ傷薬、はい。さあ、ここでとりあえず回復。まあまあ、これで普通に戦えるでしょ。で、お前も一撃のもとに伏してやるわ。はい、あー、毒妙剣。で、ここはじゃあこうするか。きた。あー、じゃあ逆にこれは、あー、強ー。うわー、手合わせ。ちょっと待って、回復するわ。ちょっと待って待って待って、悔しい悔しい。待って待って、はい、飲む飲む飲む。まあ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 、今のはご愛嬌です。はい、手合わせお願いします。
で、おそらくもう入門できるかな。で、こう、はい。で、毒妙剣。その毒妙剣って何なの？で、こう。そう、これは本当ですよ。もう、せっかく主人公札もらえると思ったのに。で、あ、もう一回戦えって分かったわ。あなたも相当負けず嫌いですね。行きましょう。まあまあ負けてんな、私も。はい。で、まずは、こうだな。よーし、あれ、じゃあここで火。はい、一刀両断。くらえ、一刀両断。さあ、これで、どんぐらい耐える？あ、結構耐えるな。で、これで向こう動けないのかな？あー、動けないんだ。よーし、オッケー。で、これで、この戸田さんの主人公札がもらえるはず。オッケー、戸田制限をプレイできるようになりました。やったー。で、じゃあ入門させてもらえないですかね。さすがにもう入門できるやろ。はい。あ、貴殿なら合格にございます。これからは我が中将流を名乗っていただきまする。構いませんか？はい、構いません。ではこれより貴殿を正式に我が中将流の門下と認めまするぞ。そうない負けぬよう修行に励んでくだされ。ありがとうございます。で、秘技を教わる。よし、行きましょう。もう好きあらば秘技を教わろう。何回戦ってんだろう。瞑想とかもやってみたいですよね。じゃあ、まあ、とりあえず、はい、保険。はい、天狗賞で防御力上げまーす。で、来い。で、こう。で、毒妙剣。毒妙剣を教わりたいなー。危ねえ、危ない、ばこう。で、こう。くぅ、変な動きするな。お、切れる。よーし、OK、ナイス。強いわ、私。で、覚えた技は切り落としか。連続切りよりも威力が強力。へぇ。ではでは、瞑想できる場所行ってみましょうか。まずはですね、この辺り、瞑想ができる場所らしい。じゃあ行きましょう。はい。で、こうして、で、こうして、で、この辺り、じゃあ移動してみましょう。で、戻る。で、どの辺だろう。じゃあ、この辺行ってみる。難しいな。この辺？この辺？あ、来た！ここが有名な高野山。評判通りの眺めといったところか。はいはいはい、高野山見つけましたね。真言宗の開祖である空海が金剛法寺を開いた場所。はいはいはい。まあ、ここだったら瞑想できるのでは。あ、で、瞑想できない。なんで？瞑想、どうしようどうしよう。瞑想はどうやってやるんだ？わあ、わからん。この辺、この辺、この辺行ってみる。あー、どこだ。瞑想できる場所ねえな。なんかどっかないかな、他に。まあ、あとはこの新宮城のあたりか。ここで、はい。あー、坂田さんの大変だな。この辺。はい。あ、来た。ここが音に聞こえたナッチの滝か。素晴らしい眺めじゃな。はい、ナッチの滝見つけました。で、ここで瞑想できるね。よしよし、行きましょう。何日？じゃあ20日ぐらいやるか。はい。さあ、瞑想してまーす。瞑想してまーす。あ、結構結構ゆったりした時間になるのね。瞑想したことによって、なんもなしかな。めっちゃ瞑想してる。私大丈夫？何も食べてないと思うんだけど。まあ、多分食べたり寝たりしてるんでしょう。20日間、こんだけ。もう、生き損じゃねえか。とりあえず、もう戻ろう。本拠地戻ろう。ではでは、今回も秘技教わっていきましょうか。瞑想で技を覚えるのが早いのか、この道場で技教えてもらった方が早いのか、どっちなんだろう。
ほんと、じゃあこう。他の流派の技も覚えたいんですけど、遠いんすよね。鹿島とか木更津とか言ってたからな。どこ。で、こう。怖い。で、こう。いける？きれい！んで、ここで、はい。一刀両断かな？ああ、絶妙剣もあるね。はいはいはい。いやー、ここは一刀両断だろう。はい。受けてみよう。一刀両断！さあ、どうだ。よーし、OK。ナイスだ。よし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 。なかなか攻撃力高いのかな？ OK。で、はい、毒妙剣、これだ！攻撃力をものすごく上昇させる。うわ、なるほど。だからこの人結構攻撃力が高かったんですね。で、戸田制限さんに、はい。じゃあ技、教えてもらいましょうか。さあ、で、50勝7敗。で、じゃあこう。いや、でも毒妙剣強いなぁ。ちょっと敵回すと、わー、毒妙剣来た。いける？ハイに入ってないか。だー、うん、危ねえ。あ、クソ、かわされた。で、ここでじゃあヒゲ、一刀両断、はい。そこだ、一刀両断。これで動けまい。はい、ふう。あ、ほんとに動けねえんだ。ほらよ。うわ、ほんとに動けねえんだ。よし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 、オッケー。いや、一刀両断強いな。当たれば強いわ。さあ、で、はい、根治長王剣。わ、すごい技手に入れた。直線上すべての敵を攻撃する刀剣術の秘技。浮き船と一緒みたいな感じか。で、あーっと、中上流も極めてしまった。よって、そなたの中上流インカを認めるといたそう。はい、中上流のインカも手に入れました。ナイス、オッケー。で、まだ30日ぐらいあるか。そうですね。また瞑想しに行く？もう結構遠いんだよな。行きましょう。で、まず、こう行って、この辺りかな。ちょっと外れたか。結構ね、ピンポイントなんですよ。この辺？はい、来た、はい。いつ来ても夏の子たちは心が和む。はい、体力が少し回復。よし、じゃあ瞑想しまーす。今度はじゃあ20日ぐらい。はい。まあ、これで合計60日瞑想したところなんですけども、なんかあんの？もっと瞑想した方がいいのかな？暇だな。ほんとこの時間暇。てか、あれなんだね、新宮城からこっちの伊勢の方まで道がないんだね。へえ。だから海で行くしかないのか。はあ。うわー、もうなんもないわ。じゃあ戻って戻って、はい。でお腹も空いてると思うけど、頑張ろう。まあ金もあるしね。あー、で、行商人だ。はいはい。だから、この行商人のこのマークのとこ、接触すれば行商人と話せるのか。なんか、笛？まあ、買ってやるわ。絶対400巻もしないな、これ。とりあえず、茶席やって、はい。で、あとは、はいはいはい。はい、満金丹飲んで、疲れを取って、で、お茶かな。まあ、この人は、まあ。診察が今ね、できないんですよ。はい。で、はい、赤鬼、はい、赤鬼。んで、お城？まあいいや、はい。ちょっと、なんか暇つぶして、はい。休養、はい、表情まで。で、おっと、表情が始まるようだ。家にいる場合ではない。そうですよね。で、これ、おそらく、過労に昇進できるのではないでしょうか。はい。で、指名達成ですね。はい。あっぱれ。で、金塊手に入れました。ありがとうございます。これは嬉しいな。はい。のりなりの働きを認め、過労に昇進させる。これからもわしのために働いてくれ。は、ありがたき幸せにございます。で、そうですね。まあ、ここは何も言わないでいいや。はい。
じゃあ、なんかし、まあ修行でいい、はい。だって私辞めるんだもの。まさか種名を投げ出すつもりか。いやでもこれ勲功下がっちゃうからな。ダメだ。一旦じゃあ赤井直政さん。あーと不在か。何かスキルを伸ばさなければ。じゃあ、安井道頓さんのとこ行こう。で、技能指示。あー、いけるね。じゃあ、建築教えてもらいましょうか。はい。10日でいける。ナイス。じゃあ、テトリス行きましょう。こう。はい。で、こうか。で、はいはい。いいですね。で、これでいいかな。で、こう。あらあらあら。はいはい。で、こうして。で、こうですね。オッケー！よーし！完璧！で、建築の技能が1位に上がりました。で、力攻めも習得させていただきました。ありがとうございます。で、これでまあ、じゃあ、はい、報告しに行きまして、で、暇をもらいましょう。いやー、畑野さん、今までありがとうございました。で、これからはね、ジムたちの力で頑張ってください。私もそのようにしますんで。はい、で、締め達成しました。で、まあ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 。で、はい、出奔させていただきます。本当に出奔して浪人になりますか？はい！大殿、折り入ってお話がございます。なんだ改まって。この乗り合い、思うところありまして、大殿の元を離れとうございます。なんだと、わしの元を離れる？なぜだ？理由はお尋ねくださいますな。大殿、この拙者のわがままお聞きくださいませ。冗談ではない！なぜこのわしを見捨てるか！わしに落ち度があったと申すか！めっちゃ怒ってる！いえ、大はございません。どうか何もおっしゃらずに拙者を追放してくだされ。わかった。では何も聞くない。だが今思ってお前とは他人。今度出会うときはおそらく敵だ。そんなこと言わないでよ。大殿、申し訳ありません。このご恩は一生。何をぐずぐずしておる。敵をここに置いておくわけには参らぬ。二度とわしの前に顔を見せるでない。はあ。で、めっちゃいい部屋になってた。まあ、過労だからか。この部屋を出るのも何か寂しいものがあるが、いや、今さら後悔はすまい。さて、とりあえず、この国にある亀山の町に引っ越すといたすか。で、音が変わったね。亀山か。まあ、近いっちゃ近いか。まあ、だけど、まあ、那智の滝よりは遠いので、そうですね。ちょっと引っ越そうか。あ、尾張の方へ旅してきましたが、ある噂を耳にいたしました。尾張では織田信秀殿が亡くなり、嫡男信長殿が後を継がれましたが、どうにもその若殿の放逐ぶりが、何でも諸人からうつけと呼ばれているとか、領民からも周囲の大名からも蔑まれているということです。ああ、かわいそうに。で、自宅戻りまして。うわー、家老の家の落差がすごい。道場開くもできるか。まあそうですね。まあまず引っ越す。いやー、まあ最下の町かな。行きましょう。はい。もみのにあいは最下の町に転居しました。以後、最下の町が本拠となります。うむ、住み慣れた我が家ではあったが、心機一転して最下の町で頑張らないとな。そうやな。さあ行きましょう。というわけで、はい。さあ、浪人、もみのにあい。これからも心機一転頑張っていきます。で、で、お次はじゃあここですね。まずはこっち、はい、新宮城行って、で、瞑想しないとね。瞑想、はい。で、はい、那智の滝は心が和む。で、ここで瞑想何日ぐらいやろう。50日、60日やってみようか。はい。うわー、これ終わった時もうもう干からびてんだろうな。60日間飲まず食わず。まあ那智の滝で瞑想してるから、まあ、水分はなんとか取れそうっすけどね。でもやっぱ物をね、ちょっとお腹の中に入れないと人間持たないではないのでしょうか。で、今のところ、あ、村上家が滅亡しました。あー、忍者ありがとう。こんな私でも気にかけてくれる忍者がいるとは。ありがたい、ありがたい。
うーむ、なんだか体の具合が悪いの。まあ、そりゃそうだよ。で、うー、体がだるい。瞑想などしている場合ではないな。なんじゃそりゃ。まあ、そりゃね、何日ぐらい瞑想してたんだろう。まあ、1ヶ月は瞑想ぶっ続けでしてたと思う。まあ、なので、じゃあ薬飲んで、さあ、これで引き続き瞑想しましょう。瞑想して何になるの？40日、はい。で、小笠原家が滅亡しました。もう暇だな、瞑想。で、あ、なんか来た。てん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 。はっ、しまった。瞑想中に寝てしまったよ。じゃ、バカたれ。どうやらだいぶ霧が出てきたようだな。ざわざわ。む、何やつ？なんだ？俺は、お前。お前は、俺、どうしたどうしたどうした。瞑想しすぎて頭がおかしくなったかもしれない。な、わしが、もう一人いる。やばい。やばい。もみのになりさんがトランス状態に入ってる。俺が偽物。お前が偽物。どちらが偽物。偽の私め、成敗してくれる。さあ、私自身と戦うことになりました。どういう世界観。まあ、とりあえず行きましょう。強いのかな。まあ、一旦はい、天狗将で、はいはい、天狗将。まあ、言うてわし自身と戦うわけだから、まあ、油断はならん。一旦じゃ離れよう。だ、月影、こいつ月影持ってる。いってー。待て待て。で、ここでじゃあ止血するか。はい。さあ、ここで止血。いやー、回復系持ってよかった。で、じゃあ次はこうだな。さあ、まずは、はい。うわー、大丈夫か。いやー、くそ。こ、いや、わし強いぞ。だー、毒病剣。ふぅ、まずいな。いや、怖っ。まあ、向こう言うて気合ゲージはあんま残ってないと思う。うわー、きれ。どうだ。いや、いけるいけるいける。よし、こうだこうだ。はい。じゃあ、これなんて読むんだっけ。はいはい、行きましょう。受けてみよう、超剣。さあ、行きましょう。はい、シュバババババ。よーし、私に勝ったぞ。はい、独自の秘技を開眼しました。名前をつけてください。神隠しの術。ま、神隠しでいいや。はい。で、戦闘が終了するまで味方を隠して戦闘に参加させない。瞑想によって開眼できる。へー、だから、瞑想でしか覚えられない技もあるのか。なるほど。はっ、ん、今のは夢だったのか。なんとも不思議な夢であったな。そうだね。じゃあ、もうちょい、もうちょい、じゃあ、瞑想してみましょうか。はい。で、来ました。はい。もみのにねさん、てんてんてん。はっ、しまった。瞑想中に寝てしまったようじゃ。どうやらだいぶ霧が出てきたようだな。ざわざわ。む、何やつ。んー、出てこい。誰だ、我を眠りから、覚ます者は。我こそは前ケビー氏左衛門少尉源九郎義経なり。義経来た。黒方眼義経。あの源平合戦の英雄が なぜここに。一年に武を志す者ありと聞き、暗き戦火より秘技を授けに出てきたき、我に勝ってみよ。その名も語り継がれる英雄九郎方眼殿、相手にとって不足はござらぬ。ぜひともお相手願いまする。さあ、義経と戦うことになりました。マジか。でも若干ちょっと HP が心配だな。ヒゲ、じゃあまずは傷薬、はい、塗りまーす。はい、無我。なんだそれ。なんだ、なんだ、何それ。なんだ今の。まず私は傷薬で、はい、体力を回復して、で、ここでじゃあ、はい、天狗将、はい、防御力をかなり上昇。これで割と安心して戦えそう。義経強い。なんか変な動きすんなこいつ。こうするか。移動速度速っ。痛かった。
こうだ。くそ、ちょっと読めんな。こう。いやー、耐えろ、あぶね。こう。うわ、わからん。ちょっといい。毒妙剣か。いや、なんか来そうだな。ちょっと距離取ろう。来た、ヒギ。はい、受けよう。絶妙剣。耐えろ。あぶね。よしよしよし。ここで、じゃあ、止血。よしよし。で、無が来た。何それ。無。応急処置、止血。よしよしよし。これでまだ参る。で、ヒギ、毒妙剣。攻撃力をもうすぐ上昇させる。はい、毒妙剣。さあ、トア制限さんの技、しっかりと使っていきましょう。で、こういこう。うわあ、危ねえ。くそ、こいつよくわからん動きする。で、ここで、こいっか。来た？いや、来てない。危ねえ、危ねえ。強いなよ、失念。動きがわからん。で、来た、絶妙剣。いって、くそ。で、これ、どうだ？オッケー、よーし。義経を倒したー。義経を超えてしまった私、恐ろしい。自分が恐ろしい。はい、独自の秘技を開眼しました。名前をつけてください。シンゲまあ いやシンゲだよ。はいはい、シンゲ。攻撃が命中する確率を高くする。敵の攻撃を避ける確率の高くなんだ。いいですね。さあ、というわけで今回はここにしましょうか。はーい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ルペンでした。さよならー。